これも今あげるって言って、かなり食べたいんですか。ちょっと彼を使った方が気がまたあって、入りやすい。これも楽に入れるんじゃないかなって。これが曲がれば、いろんなことができますよね。ラビン使ってるんですか。はい、で、中で止まりますから、表取りの切りになる。そうです。これが上がらないんじゃないかな。そしたらどうする？はい。おお、そうじゃないかな。大きいのですね。自分のタイルを抜けてんじゃん。かなり上がるじゃん。上がらないとすれば打てる。これも腕を上げるとかなり話が難しい。一緒に彼を使った方が血が曲がって入りやすい。これも楽に入ればいいんじゃないかな。これが曲がればいろんなことができますよね。ラビン使っていいですか。さばいて流れの中でさばきますから、
手取りの入りになる。お願いします。はい、何本でも。これが上がんないんじゃない。そしたらどっち最後に。おー、そうそう、いいんじゃないかな。これをさっき、ね、こういうね、最後言ってけんね。まあ最後は上がるから。なかなか最初ですね。私だってこれだけ大変だから。上がんないとすれば見てみる。はい。はい、ご視聴ありがとうございました。皆さんに合気道の素晴らしさが伝わればなというふうに思っております。この動画が良ければ、チャンネル登録高評価の方をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。